になんとか優勝できました。ありがとうございます。チーム匠のみんな あのそれぞれの能力が全開で発揮できたんで、それが優勝の原因だと思いますけど、ちょっとメンバーの人皆さん来てください。小川さん、やはり2回の火力試験から始まって、このメンバーで、その都度その都度改善のアイデアを今回出し合いさせてもらいました。その結果がこのような本当に、抜きのクランクになっているところとか、合板を斜めとか、このアイデアは稲山先生だけじゃなく、ここにいるメンバー全員が一緒になって考えて、その結果がこのような形でほとんど無傷の状態でここまで切られたということで、本当に今後もこのような形を続けさせてください。ありがとうございます。はい、おかげさまでありがとうございました。本当に皆さんの、一人一人の力、の組み合わせでこのような結果に、まあ、優勝という形させていただきました。本当に皆さんありがとうございました。はい、じゃあそれでは、いやいやいや、ほんまにみんなおとなしい方ばっかりなんで、普段は違うんですけど、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、皆さんどうもお疲れ様でした。トーナメント優勝と総合優勝、ダブル優勝を取れたということがすごい嬉しくて、まあ、解体も頑張ったことが成果に結んだということがとても嬉しく思います。でまた皆さんの協力があってできることなんで、また来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。